はい、楽団河内は東大阪で月1に集まってみんなで楽しくワイワイ活動している楽団です。みんなで、一緒に楽しく演奏したり、ただ楽しくだけではなく、常に毎回毎回ゲストをお呼びさせていただいて開催していて、毎回毎回いろいろな学びを得て、で、ワンランクアップ、レベルアップして帰っていただくような総楽団になっております。はい、本日のゲストですが、我らが服部管楽器岡山店の音楽教室のサックスの講師を務めております金丸先生と、あとルシェナンの皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。ルシェナンと申します。本日は、こちらの皆様と楽しく練習をさせていただき、合奏の、演奏の披露を皆さんに聞いていただければと思います。でその前に、少しだけルシェナンどんなバンドなんだろうって知ってもらえればと思うので、1曲だけぜひぜひ演奏をください。
意外意外がこの後です。はい、それでは次はいよいよ楽団カーチを全員で活動の方やっていきたいと思います。本日はまず1曲目がセプテンバーですね。セプテンバーと2曲目、今回2曲ですが、2曲目が我々が毎回毎回やっております、ザ・ハッピーパーティーになります。はい、もう今回ももう今回ついにザ・パーティーパーティーソロ回しやりますよ。尺がちょっといつもより長くなっています。一見ですと楽しみください。めっちゃ俺打ってる。はい、それではやっていこうと思いますので、準備が整いましたら行こうかなと思います。よし、そうですね。はい、それでは皆さんからチェスト聞きください。セプテンバーです。
元の調査をしてきたのでいやーすごいシュールな演奏をしてしまいました。はい、1曲目セプテンバーさせていただいたんですが、やっぱり最初にやった時よりもかなり良くなっておりまして、いやー、まあ、いや、あの、一人一人がシュールです。はい、いい感じにできたと思います。それでは早いものですが、次の曲が最後の曲となっております。あっという間ですが、次は楽団レベルカーチでおなじみの、中原瑞希が作曲した The Party Party になります。はい、それでは直りしですが、それやっていきましょう。お、ハッピーくんさんから、素人です。なんか音のバランスか、音の波、音波が同じ位置だと波形が見られていくので、それがない位置に変換しよう。恥ずかしいこと言ったらそんな。そうですね、僕なかなかその辺難しくて申し訳ないです。あとは、うんさん、拍手ありがとうございます。はい、それでは、次の方に移りたいと思います。皆さん、来ますか。はい。行きましょう。行きまーす。
イエーイ、みたいな感じで発表いたしますので、皆さんぜひぜひまた配信でしたり、ちょっと来ていただいても構わないので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、画面見てる皆様、スペシャルタイムでございます。私、失礼いたします。それでは皆さん、10秒間待ちますので、パシッと撮って、ラクダンパーチで SNS、Twitter で、X でしたり、各 SNS に投稿いただければと思います。19876543210。はい、受付終了でーす。秒ではない。10カウントですね。はい、それでは、早いものですが、今回のラクダンパーチ、こちらで終了いたします。配信見ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回見てください。画面止めるのに話しちゃう。ありがとうございました。お疲れ様でした。ファイルに収めたばっかりだ。はい、どうぞ。ソプラノ楽器。ソプラノ楽器で。新しい名前。大きい名前。大きい大きい名前。お腹は大きいんだけど。お腹すきましたね。お腹すきましたか。ちゃんと前に行きなさい。ほら、前に行くんだったら。前に行く。前にどうぞ。そしてこう手をちょっとなんか空間を埋めるんだ。ちょっとおっぱい入れよう。そうなんですよ。空間を埋めるんだ。密接するんじゃない。こまでこんな感じ。いっぱい映るんだ。空間いっぱいいっぱいで。では、あ、いい感じですね。10秒。ちょっと顔キラキラしたものを画面に映すんだ。では、10秒。多分カウントは分かんない。行きましょう。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、めっちゃパシッとした。めっちゃ映写いつも通り。いつもの映ってたな。僕がちゃんと入れてれば。あ、バッチグーです。バッチグーです。よし、もう1枚行きましょう。もう1枚。バッチグーだけ。バッチグーだけ。もう1。事故があったときに。もう1。そこがバッチグーだ。はい、では2枚目行きまーす。はい。彼は輝くね。10、9、8、7、6。よいしょ。いやー、いやー。どんなポーズよ。それはあんまり映ってない。僕の足はあんまり映ってない。バッチリです。皆さんありがとうございました。企業的に問題あったり。ソプラノ楽器ありがとうございます。はい。それでは17時5時に完全大会になります。大会になりますので、時間までに必ず。はい、あと。